プロのお店。はい。例えば新しい美容室に行くときに、あ、新しい美容室、そうですね、はい。こちらを利用してから行くと、はいはいはい。堂々と行かれ行けるとか。なるほどね。やっぱ、うん、新しいと、まあ知ってる状態のところならいいんですけど、まあ、でもそれでもやっぱなんか美容師さんに見られるのもちょっと嫌でしたね。うん、やっぱああ、なるほどね。それはありましたね。そういうことですか。やっぱ多いので、うん、例えば新しいスタッフさんが入って、その人がカラーリングとかをやってもらうときに、やっぱ見られるのが嫌だという、ちょっと嫌というか、ですよね、ちょっと恥ずかしいという。うん、いや本当ね、あの白髪ってやっぱり端の部分でもあるし、コンプレックスの部分でもあるんで、ね、ここをやっぱり見られるっていうのは、うん、やっぱり本当精神的なもの大きいですよね。うん、それが全然ない状態でいけるんで、自分の好きな髪型をチョイスできるという、いや本当そうですね、それは今思いますね。やっぱりプロのお店。